ついよ。暑い。初っ端から暑い。確かにこれ逆走してきたら怖いけど。およそ800メートル左方向です。およそ700メートル左方向です。あの2車線は右左どっちか行くための2車線だったってことね。まあそういうことです。引けてろ。暑い。次来た時はこうだろ、下のところの駐車場とかさ、なんかあとどっか公園とか、うん、こういうとこ行けばいいんじゃん。でこれ2つあるのがまた罠だよね、道が。たださっきの左にあった看板、一方通行ここで終わりってあったよ。およそ300メートル左方向です。これどうする、下の方ぐるって回る、それとも上の方回る、どっちが楽しいっけ。どうせだから一周しちゃいますか。そうだね。じゃあ右行くよ。悩むぐらいなら一周した方が楽しいよね。こっちはどこに止めてどこに行っちゃったんでしょうね。おはな、ここ右行きます。そこにもトイレあんだよ。駐車場なんですよ、ね、景色良さそうです。立派な木がすげえなって立ってるんですよ、うん、樹齢何百年ぐらいのレベルの、うん、あっちあっち。しかし腹減るな。熱中症になりそうだった。俺ダメ、腹減りすぎて。まくねえだよな、この辺探してたんだ。ありそうなのにね。失礼。うん。すげえ道これ。怖い。また戻っちゃうでしょ。行かない行かない。もう帰る。さすがにもう帰る。ピューって。いいね。このすぐ海行けるぞ。そうだね。うん。あれも出ちゃって、あの江ノ島の。おお。そうそうそう。背景楽しんでた。あ、そういうこと。でもせめてハザード焚いてくれ。そんな背景楽しんでるのになって。せめてハザード焚いてきて。そんな危ないよ。まずい。うん。おお、倒木だ。車危ない。どうしようね。びっくりした。しかもカーブのとこにいるのはやめてくれよ。一番死角なんだ。ハザードだね、せめて。綺麗。綺麗だね。何周でもすればええやんけ。もう我々は帰るけど。ねえんだよな。よいしょ。あ、ここでしょ。そうそうそう。ここのトイレだ。ここもすぐ下海行ける。ね、行けるね。ただここは有料じゃない。これ無料でしょ。ただ台数が少ないってだけの駐車場。うん。どうした、何を迷ってるか。止めたいのね。多分カーナビ出してたんじゃないかなって、ね、品川だしね、うん、犬いるしね、しばちゃん。あ、本当に。なんか手出してたよね、運転手が。すまんとかやってたの、そしたら。あ、見てるの。多分道迷ってるんじゃないかな、あれ。うん、なんかここ初見だと俺もわかんない、うん、ただハザードせめてサザンだ。まあ、ちょっとだからいいだろうみたいな、そういう感覚なんだろう。人そんなめったに車来ないから大丈夫だと思い込んだ矢先に来ちゃったねーみたいな。うん、しばちゃん乗ってたから許してよ。というわけで、あー腹減ったなー、くそ。僕は寝の体勢に入りました。マックがあればな。マックないのはちょっとね。まあマックはそんなに辛いんだけど。あ、この辺はもうあれ、海鮮とか干物だから、それを売りにしてるから、まあねえだろうな。
じゃないのかな、ここら辺だと。そうだ、一気に1週間分買ってとかじゃない。うん、魚市場。ああ面白そう。あ、ここか、魚市場。シャンな店がいっぱいある。ね、餃子とか。絶対干物美味しいよこれ。ネギラ165円。まあこういうとこはしょうがない、高いのは。地元の少年たちチャリで海に遊びに来る。いいね。Ah, tá.